仙台市議会の政務調査費に違法な支出があったとして、先月仙台高裁が議員に四千六百万円余りを返還させるよう市に命じた判決についてです。仙台市は最高裁へ上告しないことを決めました。今日があのその日でございまして、えー、上訴しないことといたしました。この裁判は仙台市議十人が 2012年度の政務調査費を違法に支出したとして市民団体が合わせて5600万円余りを議員に返還させるよう仙台市に求めているものです仙台高裁は先月21日の判決で一審判決を概ね支持し合わせて4600万円余りの返還を命じました各会派の皆様方 がご検討されです、ね、補助参加されている会派、個人としても最高裁への上訴は見送るというふうに判断をされて、その旨、私どものところに入ってまいりました議会の皆様方の相違がそういうことであるなら、やはりこれは上訴をあのすべきでないと考えたところです仙台市の郡市長は上告しない理由について、このように述べた上で、政務調査費の収支報告書を公開するなどして、 透明性を確保することが重要だと話しました。